してもいいよ。全ては私とサザンアイルズのハンソン王子の出会いから始まったの。ちょっとどうも。ねえ、ちょっとおかしなこと言ってもいい？そういうの大好きだ。
なんで女王は国中を凍らせたんだ。ああ、それは全部私のせいなの。私婚約したんだけど、その日に会ったばかりの人だったから姉さんすごく怒って、それで結婚は認めないって言い出した。その日に会ったばかりのやつといきなり結婚を決めたってのか。まさか本気で。そう、ちゃんと聞いてて。姉さんはどんな時でも手袋をしてたの。だから汚れるのが嫌なんだろうなって思ってた。知らないやつに気をつけなきゃダメだろ。そうよね、確かに。風が心に刺さる。
に綺麗だよね。だけどさ、真っ白だよ。なんか色をつけたらどうだろう。なっそうだろ。それじゃちゃんと最初からやるね。やあみんな、僕はオラフ。ぎゅーって抱きしめて。オラフ？あ、そうか、オラフだ。オラフ、エルサがあなたを作ったんだね。うん、なんで？エルサはどこか知ってる？うん、なんで？俺が教えてやる。夏を取り戻したいんだよ。夏？うん。あー、なんでかわからないけど、僕昔からずっと夏に憧れてたんだよ。お日様が光って熱々で。そうだ、暑さなんて縁がなさそうだけどな。そうさ、でも時々目をつぶって考えるんだ。暑い夏が来たらどんな感じだろうなって。Thank you.
いでハンスのところへ行こう。オラフ、行くぞ。ハンスとキスをさせるぞ。ところでハンスって誰？君が心を凍らせたそうだな。そんな、助けようとしたんだが出遅れだった。君の妹は死んだ。